よし、今日は、まあ、東京グルの追加超級極いや、アリバさんだと思うんだけどな多分それが発表される。で、それだけだと、さすがに少なすぎるんで、追加情報もいろいろと期待しております。なんか出んねえかな。こちら。はい。いや、一応あるな。ああ、来た来た無料口で来た。<laughs> どれかで。属性マシマシご属性ガシャ。確か昔来たことあるよね。だんだんだんだけあの、 属性ガチャの五属性一個ずつ引いてって、最後確定になるみたいな、そんな感じなんじゃなかったっけで、あとは、まあ、カ日大地もありますよと。さあ、BGM が決めてやってきました紙飛行機あれんあれあれ思った映像と違う <laughs> あれ私の思った映像と全然違うんじゃが。あれ何するのこれ あれこれもしかしてこれ。いらっしゃいませ。おぉ<お>さあ、殺しに来なさい。おぉ<ー> <laughs> おぉまぁ、あ、エンソン来た <laughs> い,やいや、こいやーこれ来ると思ってませんでしたね。いや、アリマさんでもあれか。まぁ、あ、アニメの映像的に。いや、ちょっと物足りなかったのかなじゃ、これ、え <laughs> いや、こっち、いや、じゃああれか。実は私たちが。 CCG 側に2回もなっちゃうみたいな。いや、そんな感じいや、ってことはえぇ、ー、なしか有馬さんまさかどうだろうこれ倒したら有馬さんみたいな、そんな落ちないですかねどうなんだろうどういう仕様になってるこれ。どういう仕様になってるんだろうなんかこれ昔なんか似たようなったっけあれだな、通り目とかなり似てる雰囲気だったっけ通り目も確かこんな感じだったよね。ボス1とか中ボスで。 あの、いろいろ出てくるよ、みたいな。いや、でも、これで、開催されます。うん、開催期間は開催期間、日時。日いつから,からおーイベントに追加されるタイプなのね。で、5月の10日の、ん ?5 月10日明日か。明日の金曜日のお昼から始まりの、17日の、まあ、コラボ期間終了までやりますよと。なんか、この方式、東京グルのディオ様とか、 ジョジョのディオ様とか、なんだけど、もっと遡ると、ドかとかも似たような形式であったかな。だからどうなんだろう一発クリアでオッケータイプみたいな感じなのかなまあ、あとりあえず細かい仕様をいろいろ拝見させていただきましょうか。はい、見ていきましょう。こちらです。全3ステージ、ステージ進むことに難易度がアップいたします。なんかマドかと、マドかも確かこんな感じの仕様じゃなかったっけなんか、ステージ進んでて一番最後は難しいよみたいな感じで、万、ま、円さんと、 いりみさんと、まあ、袋の3つと。で、まあ、闇属性、水属性、木属性で、ま、あ一応これ過去の窓かの時で言うんだったら、ま、あ難しいのは一番最後のクエストなんで、道中は、そんなに難しくないんでしようかな。いや、でも、やっぱ万円さんマエに、さんもいりみさんもちょっといなかったもんね。やっぱこれがちゃんと実装してくれたことは、いや、ありがたいけど、 いやーでもありまなしってことはやっぱ2段を想定してんのかなま、あそんな感じでとりあえず、まあ、全3ステージで勝ったら多分次へ進めますよみたいな感じかなな、カネキのマスクがいりますよみたいな感じだね。カネキのマスクって何ですかどうやって入手するのか見ていきましょう。<ん>こちらです。まずですね、<ん>ステージをクリアすると、クリアすると、報酬と,報酬として、カネキのマスクと、ますはー。ってことは、まあ、あ マドカのクエストとすごい似てんのかなクエストを、だからこのマエンさんのクエスト集会して、あのー、金木のマスク集めます。で、一定数貯まったら次の、まあ、イリミさんの黒犬のとこ行って黒犬も集会します。で、一定数貯まったら、また次の袋行って集会しましょうね、みたいな感じになってんのかなで、あとはグールコインが、あー、まあ、たくさんもらえますよと。多分そんな感じで、ね、だからこれを集めて集会だから、マジでマドカのイベントとガチでそっくりタイプになってくるような雰囲気醸し出してんのかなはこちらじゃん すとああなんか前もこれ本当にあったな <laughs> あのそのグールコインっていう多分最終的には報酬と交換になるのかなそれを効率よく集めるためにまああの毎週毎日だよ日替わりか日替わりであのこのキャラクターを編成してクリアすると得られるコインが2倍になりますよみたいな そういう感じの特殊な報酬の上がるモンスターが選出されてるんで、まあ、周回で、あの、クリアする分には別に何でもいいけど、周回をより効率よくだろうと思ったら、これらの設定されてるキャラクターを一体編成してプレイしましょうっていう感じだね。そう、これが重要なの。誰うわぁ混ざってたー <laughs> いや、こういう系は大体分裂して動き回る系なんだよな、ね、SS。 どんな感じになるかなあ<ー>、もう一体リゼですああそっちかー <laughs> いや、ほんとに第2弾に有馬さん撮ってんじゃねえのって思われるくらいめちゃめちゃ温存してんだけど。いや、でもこれで、いや、リーゼさんも結構重要ポジションのキャラクターですからね。なので、まあ、ちゃんとここに実装されてますよと。でも SS の演出とか、なんか、なんかできんのかなみたいなのはちょっと気になるけどね。まあ、その辺は、いろいろと図鑑に適用されたら気になりますみたいな感じになってくんのかな。 で、あとは、あ、ボイスセット。いやー、やっと来たね。ないかと思ってたけど、まあ、ちゃんと SS ボイスセッティングされてるんで、これは絶対過去だね。うわ、でもストライカーカードもあるってことはもう完全に追加はなしと。で、あとは、ま、いろいろなアイテムがコインを集めることで交換できますよと。で、神しのりでも交換でゲットだし、ま、えんさんも引き換えで交換だし、まあ、あと、称号ステッキ。あ、線形の書とかないのか。あと、無限交換系のやつは、 あー、これか。なんか昔のマドかの時はね、こういうのを無限に交換できて、なんだっけ、あの、そのラック引き換えのポイントとしても使えたんですけど、なんかその辺の対策されてんね。で、あと、全部終わらせることができたら、一応ワクワク見入れると、ストライカーカードもらえるから、あーってことはあれかー。 本当にガチありまさなしか <laughs>。いや、それ、あとは、多分もう来週はさすがに残り1日だから、多分追加の情報の発表とかは謎な感じだね。なのでこの残りの期間はこれを周回して楽しみましょうね、みたいな感じにはなっていうような感じかな。で、多分、どうしよう。どれくらいのラインとかにもよるな。多分、昔の、 いやでも昔のマドかの傾向だったらそんなにこのクエスト難しくないからね。週慣のやつとかはちょっと難しいけど、そんななんか一発クリアの超究極よりも難しいみたいな感じは、ほぼないかな、過去の傾向的に言って。まあ、でも絶対に SS ボイス、まあ、結構引いた人もいると思うんで、今回はちゃんとね、これ、ガチャの、S、ガチャじゃないや、ガチャキャラの SS ボイス交換しておきましょうね、みたいな感じになってる。 あと。おー、ミッションの追加か。はいはいはい。えー、っと、ミッションが、まあ、これが多分難しいんだろうかな。えー、っと、その他キャラを2体上で、まあ、さっきの一番最後のフクロウのクエストをクリアするでしょさっきの CCG の明日からやってくるゲスト。その他キャラ2体でクリアと、あとは、CCG のキャラのみで、うわ、これむずいかもしれね。<laughs> し、あの、多分、まあ、非属性だから、重像が使える可能性高いんですけど、じゃあ、降臨キャラはって言われたら、 うーん、なんかすげえむずそうな気がする。多分水属性だから、アモンとか使わないと難しい、みたいな。多分そんな感じになりそうなのかな。まあ、その辺はクエストの内容とかいろいろ分かってから、楽しみましょうね、みたいな感じになってるね。で、これをやることで、まあ、コーヒーとかもらえるんで、あの、いろいろと今やってるコーヒーのアイテム交換が、よりできるようになりますと。で、残りは多分また、おいおい分かるみたいな感じなのかな。続いて、こちら。お、続く。あ,あ、はい。 いやー、終わっちまったー,ののーいや、一発クリア超級かと思ったけど、まあ、あたまにやってくる、あれですね、周回系のイベントになってくる。まあ、あ未開の第一は、まあ、ま、あおいおい終わるでしょう。さあ、これでは無料ガチャですね。今最近は、ルルなんだっけあ、あの、あれあれ、デイリーアップグレードがやってきたけど、また無料ガチャがやらせてくれますよと。無料でうん。ま、あ内容としては、多分前もやったっけな。この五属性のガチャを、まあ、あ 好きな順で弾いていって一番最後確定よってさっきも言ったけど、まあ、それの一番最初が無料で、好きな属性ガチャは10連1回だけ弾けるって思っておけばいいかな。基本的に奥まで進まなくても大丈夫だと思うんだけどね。はい、ということで詳細をチェックしていきましょう。うん、はい、初回は無料です。うん、まあ、あ、確定枠が増える仕組みか。で、基本的に先に言っときます。 オーブ使わなくていいです。初回10連無料の分だけで OK です。ほんとに <laughs>。で、まあ、初回を10連キャラ、あの、確定枠が増えていく。だから1回目に引いた属性ガチャは確定枠1個だけど、まあ、だんだんとそれが増えていって、一番最後だと、まあ、確定枠が5個。絶対に5体は出てくる。星5、6が出てくるし、一番最後は限定キャラになっておりますと。なので、まあ、最初は10連無料だから0個だけど、まあ、そっからはオーブ50個ずつ使うんで、最終的には200個のオーブが、 必要になってくるっていう感じになってる。だからまあ本当に、まあ属性ガチャで今ブイブイ言わせてるのって、まあシャルルマーニューとか、あとはクリムトとか、まあこの辺とか、あと水特性だとアナスタシアとか、その辺がいたりするから、一応その辺を最後に聞いて、めちゃめちゃおう、余ってる人はね、引くっていうのは、いいやり方かもしれない。シャルルマーニュー持ってないと庭園できませんとか、アナスタシアで友情でブイブイ言わせたいっていう人は、それを使って引くっていう選択肢はあるかもしれないけど、まあ基本的に確定でも、 ま、絶対に出るわけになんでね <laughs>。まあま、その辺含めて、ま、あその、基本的にはあんまり終わない方がいいかな。初回の無料10連だけでフィニッシュするっていうのが、ま、あ個人的にはおすすめかなと思うね。一応初回10連でも確定枠が絶対1個あるんで、あの、爆死で終わるっていうパターンはないから、そこは安心して弾いてくださいみたいな感じかな。で、でシンプルに重心がかい 最近2体来ないから、そろそろ2体発表とかないかなステータス見ていきましょう。真珠の性能って、超強グリッターボールのイメージしかないんだけど、グリッターボール、あ、じゃあ、グリッターボール砲撃か。ま、あこれが、多分、超強グリッターボールでしょ、どうせ。反射の超砲撃シールド、で、転送壁に、あとはなんだえっ、ー、と、重力。で、お魔法陣来いおお魔法陣よし、これで天魔の9で使いますよと。しかも、魔法ブスムって結構良くないこれ。しかも、うわ、重力バリアキラーもついてる。だから、 最高3倍でしょで、全体セームと、無体セームと超レタスと。いや、これだけあったら、どうなんだろう素で即死防げたりとかするかなまあ、あとあれか。ちょっとコネクトか。えっ、ー、と、種族が同じキャラが1体以上かつ、劇種が異なるキャラが1体以上。だから、聖騎士1体以上欲しいのと、貫通、ああ、貫通1体ないとダメなのか。まあ、でもあれか、炭治郎根ず子とかいるから、そこら辺はごまかせるか。で、聖騎士は、 え、聖騎士ってどうだっけ悟りってアジンでしょ確か。聖騎士の同族誰だっけだかちょっとパッと出てこないです。で、あとは、SS は、触れた敵をランダしてフットワス。で、ユーコンバは、あやっぱりね、超強グリッターボールと、コーバアップだね。だから、昔からそうだったんですけど、まあ、これが敵だとして、ランダで、まあ、これが真珠で、これも真珠だとして、こうやって真珠を経由して、壁に触れて、 ランダー当てることで、グリッターボールが敵にズドンとできますよっていうのが、昔の真珠強かったやり方なんですよね。で、ランダで、多分、あのー、天魔9の、なんだっけ、ラウドラバリアもぶっ壊してくれるだろうから、その辺もちょっとおもろい使い方になるかな。ただ、ラスゲとかになるとスイッチとかもいろいろあるから、まあ、そこでのランダは、さすがにちょっとむずいかもしれないね。で、あと友情コンボは毒ないんで、そこは誰かで補ってもらわないと、ちょっと厳しいよみたいな。あと一応、あの、攻防アップのコの部分って、基本的に、殴り強化の、 あの、恩恵として見られがちなんですけど、実はこれ友情コンボにも恩恵乗ってくるんで、爆発のキャラを組ませて、あのー、友情コンボ誘発してやったら、一応高のアップの1.2倍の恩恵乗ってくるんで、爆発で経由した時だけ。だからそれも確か恩恵のタただから、実質1.2倍と魔法ブスエムと重力バリアキラーで最高3.6倍の 超強グリッターボール。で、エンマから見ると、多分倍、元々が倍の威力になるはずだから、エンマの超強グリッターボールの多分、7.2倍くらいの威力で、いろいろと叩き出せるんじゃないかな。ま、すべてうまいこと語ったら、結構これはちょっと、天馬の6、でい天馬の9で、友情がどれくらいぶっ刺さるか。あとは、まあ、この無体性 M とかいろいろ持ってるんで、あとは、あれだね、サソリの、 生き残らせておけば、超レザストで、あの、あれ、えっ、ー、と、ぶっ殺すこともできるんで、それもちょっと、面白ったな。サソリを生き残らせておくことで、即死回避みたいなやり方も、これできそうね。あとは一応、ランダで吹っ飛ばすだから、固定ダメージで、サソリをぶっ殺せるっていうことも、やろうと思ったらできるかもしんない。ちょっと天馬9で、かなり、やっぱ面白そうなキャラになってくる、ね。きましょう,うーん、将平はもう完全に天馬じゃないや、近畿の29のイメージしかないんだけど、貫通の侍勝手に蝶原、ガイド。 で、マイスイエル、ブロック、マホブス。まあ、近畿の29よね。<laughs> 他どっかあーまあ一応あれか。まあイスイブロックで、で、ついたことで、一応アンチテーザもいけるようになったのか。で、超レザストも合わせて持ってますよと。あとは種族が異なるキャラ一体以上か合計ラック100なんで、まあ比較的組みやすいですよねっていう感じだね。まあ侍以外誰でもいいから、一人いれば発動するから、すごい、優しい。で、SS が、パワーがアップして、加速壁展開。 8ターンになってるから、確か、あれ前何ターンだっけちょっと忘れず、16ターンだっけ ?12 ターンだっけだからちょっと、SS が早くなったかなあとは、お、超強ワンウェイレーザーイエルと超絶爆発が超バランス型で、あとは一応魔法陣ブーストも乗って、まあ、原用キラーもあるから <laughs>、一応原用に対しては、歴代最高火力みたいな感じのイメージで合ってるっけだから、まあ、使いどころとしては近畿の29とアンチテーゼメインになってくるけど、多分あそこだったら、どうなんだろう 友情コンボも多少なりとも通るのかなあそこのウォールセットレーザーウォールセットレーザーギミック以外であんまり友情通るイメージないけど、まあ、それが通るんだったら強さだし、あそこで苦戦してる人はすごい助かるかなーっていう感じ。で、あと、え、どっかあったっけ他。うん、多分ないかな。